免業会館は、大阪府大阪市中央区船場にあるルネサンス風の歴史的建造物、三宮八筋に面して立つ。2003年12月25日に国の重要文化財に指定され、2007年には近代化産業遺産に認定された。東洋宝石専務取締役、岡津ネオの遺族から贈られた100万円と、関係業界からの寄付50万円。 合わせて150万円をもとに、1931年12月日本、免業クラブの施設として建設された。近代の日本を代表する施設として、国際会議の場として、数多く利用され、1932年3月には、第2大立ン伯爵立ン卿を団長とする、国際連盟日課紛争調査委員会メンバーが、来館するなど、 戦前の日本外交の舞台にもなっている。1945年3月の大阪大空襲で船場オフィス街は壊滅的な被害を受けたが、この建物は各部屋の窓にワイヤー入り耐火ガラスを使用していたために、窓ガラス1枚とカーテン1枚に被害を受けただけで、ほとんど無傷であった。しかるに、同年7月5日、大阪市管区司令部が建物を徴用したため、 クラブは休館のやむなきに至って、寺田ビルを事務所とした。日本敗戦後の同年10月11日、占領軍はこれを全館接取し、1952年5月23日、返還するまで使用した。返還により、同年10月2日再びクラブとなり、1962年11月には、東隣に新館が増築されている。 設計は渡辺節らによりなされ、外観はアメリカのオフィスビル風でさりげないが、クラブ建築らしく内部は充実しており、室ごとに異なるスタイルで装飾されている。ジャコビアン様式といわれる二階段和室は、全室中最も豪華な部屋で、映画やドラマの撮影などにもよく使われる。非財閥の民間の建物でありながら、 内外装の細部に至るまでのデザインや最先端の設備の導入がなされるなど、最高を求めた造作になっている。館内の見学は毎月1回のみ、第4土曜日に2部制で実施されている。ありがとうございます。